腹ペコアザラシと申します。信長の野望神聖、難易度は上級、シナリオは天正猿芝居、選択大名は徳川。第4回を始めさせていただきます。前回は畿内に勢力を伸ばしている織田家に対し再度出兵、そして大垣城付近にて信長との合戦に挑むところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。いかにする、よし、八部隊、ここは逃せませんよ。信長さん、これで威風中発生させれば長島城まで落ちるんじゃないか。よし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 、いいんじゃない。いいよ、相手はまともな部隊揃ってないよ。で、布陣変更で数増す前に出しましょう。とりあえずこんなもんでいいかな。左翼が強烈だな。では行きましょう。開戦です。戦う前で信長、攻撃をできるようなマップがないな。マップではないな。ちょっとこちらで引き入れないと厳しいかもしれないな。どうかご命令を。ここまで行きましょう。行くべき時は今ぞ。いかにすべきか。あまり攻撃できるようなマップじゃないですね。引き込んでそれで倒していく方がいいかもしれない。対マン勝負はあまりやんない方がいいですからね。ここ対マンになってしまうな。ちょっと引かせましょう。焦る必要はない。ここも引こう。どうかご命令を。で、ここも対マン勝負になってしまう。どうか、これでいいでしょう。とりあえず引いて戦いましょう。ここは怠慢にならざるを得ないかな。そしたら鳥居元忠の方が よし、制圧と。ここまっすぐ来るのは、左翼2部隊がまっすぐ来るのはちょっと戦勝で少し守るしかないですね。違う、家康で、家康でこちら行って、引退でこちらで、これで強撃になるでしょう。はい、騎馬突撃で、こちらまで行って、ここまで行って強撃を仕掛けていきましょう。よし、強撃状態になった。一番槍は言いたいと。これは強撃状態になってない。よし、なったなった、なってますね。で、戦勝が弱ってる。よし、いいの、赤鬼が出た。で、ダメージ入る。戦勝と代わりに行こう。もしかしたらこれ強撃になっちゃってるのかもしれないな。前方に手を押し通る。三河魂出た。三河魂は出たけどっていうところだな。いかにすべきか。信康はここでしょ。忠勝は一旦下がりましょう。ちょっと体力がやばいですからね。よし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 、強撃になった。ちょっと待ってよ、家康がやばいから一旦引かせましょう。お指し願います。ここまで行きましょう。はい、一部隊撤退。文脈というものを見せてくれ。そしたら大久保隊、ここまで行きましょう。言いたいな。
体力回復させましょう。ちょっとここはで本田忠勝出して、よし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 、信康はここで待機してればいいんですね。ここまで行きましょう。いよいよ待ちわびた時ですぞ。行ったり来たりだが、数正をこっちに向かわせましょう。で、あとは大久保さんがここ2部隊引きつけてくれてる忠勝でここまで来ましょう。で、E隊でここまで行こう。いや、E隊はぐるっと回ってここまで行きましょう。いざ行かん。酒井忠次で引かせて、鳥居隊も引かせましょう。待ちわびた時ですぞ。体力が減ってますからね。で、三河魂、いや、トンボ切りだ。一発で飛ぶんじゃないか、飛ばないか。ご命令をいただきたく。家康ここまで行きましょう。信康ここまで行きましょう。よし、撤退出した。鳥居元忠は抜き口まで戻りましょう。忠勝も戻して、大久保さんは下がりましょう。これで強撃にならない、ならないか。いや、強撃になってんじゃないかな、赤いから。よし、撤退出した。で、あと細川さんですね。よし、これで強撃になりますね。はい、で、細川さんも撤退と。よし、焼き付けるがよい。で、鳥居さん撤退の井伊直政が前に出たと。そしたら酒井忠次で後ろから機長隊を、石川一政はこちらの要所を落としに行きましょう。家康はフォローのために軒口向かおう。とりあえずこれで良さそうだ。いや、この2体はここで待機、体力回復させましょう。この好機失いぬ。で、信長が出てきたと。忠勝はここまで来ましょう。よし、前出しましょう。そしたら信長、家康でこちらサポート行きましょう。よし、制圧、こちらの要所制圧しに行きましょう。いいよ、取られたけど仕方ない。それはよし、これで信長を倒しに、これで信長を倒しに行きましょう。うわー、鉄砲が、そして神聖が入るか。で、撤退2部隊目出したと。おっと、これでお市が討ち死に、あ、機長が討ち死にか。我が方の勝ちは目前です。強撃かかった。ただ信長強いからな、ちょっと強撃は解きましょう。はい、制圧、こちらも制圧しにかかりましょう。抜き口向かいましょう。あと2つ要所を落とせば終わりだ。ここは馬鹿正直に戦う必要はない、逃げよう。はい、要所制圧、奪われてはならぬ。いいよ、逃げよう逃げよう。まともに信長となんか相手してられない。よし、これで優勢勝ち。
よし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 、いいんじゃないの。はい、優勢勝利。あー、こちらの方が被害多かったな。今一瞬でちょっと飛ばしちゃいましたけど、8000もダメージ食らってたな。でここで大垣で威風中、長島城まで行ってくれよ。よし、長島城まで行った。いいんじゃない。そしたら一旦騎乗しましょう。いやでも一旦騎乗させちゃうと、この舞台があれだから大垣城まで行こう。商業3000以上、3万以上ですね。よし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 、大垣にまだ来るか。織田家が約2万。どういうルートで岐阜行こうとしてんのこれ。で長島城も行こうとしてますね。ちょっと入れる方いるかな。服部半蔵いる。長島城入れましょう。で大垣城は大久保さん。さてそれではこっからは防衛戦ですね。まずは北の部隊を掃討しに向かわせましょう。で、あとですね、長島城に亀山とかから迫ってるので、犬山からこの要所に向かわせましょう。ああ。安政で出てますね。で服部半蔵入ったら長島城からも出しましょうかね。鳥居元忠700も出すか。どうかご命令を。いやもうちょっと兵食べてからにしよう。鳥居はでは進めていきたいと思います。まずは北からですね。で長島城に服部半蔵入ったので出していきましょう。で安城城1100出していきましょう。何としてもこの要所で止めましょうかね。ここ攻撃されちゃうんですよね長島城ね。なので何としてもここで止めましょう。合戦ができると6部隊2部隊やっていきましょう。ここはねもうね、あっさり行きたいとこですね。はい、退路封鎖で勝利です。827の損耗兵力、いいですね。さて、これで2部隊、北の部隊は倒したと。で、あとは大垣に向かわせましょう。兵を奮い立て、戦ぞ。いかにすべきか。我らがものとします。ん、いかにすべきか。大垣行ってこちらの不満に向かいましょう。まこと不甲斐なし。榊原康政隊が止まっちゃってるな。岐阜城からも出していきましょう。いざ進め。皆の者、戦の支度だ。中島城に向かわせましょう。でこちらの国衆も出していきましょう。で合戦かやっていきましょう。ここは1部隊なんでね、あっさり進めたいと思います。はい、ここはあっさり壊滅ですね。逃がさる。
では投了していきましょう。まあ無理ですね、忠誠が青ですからね。では解放していきましょう。ではこちらで長島城行きましょう。野戦となる、陣を構えよ。合戦かやっていきましょう。信長も倒せますね、やっていきましょう。いやー、ここで信長を壊滅させておきたいですね。4000の兵力が凶悪だからな。さてそれでは徳川さんの E の赤鬼で本多忠勝、そして徳川家康で囲んだので一気にいきましょう。はい、強撃プラスでまずは三河魂。さあ三河魂プラス E の赤鬼が出た。プラスでトンボ斬り。よし、いいですね。いくら信長とはいえこの3人の強撃は厳しいだろう。ただやっぱ信長も強いな。4000も兵力があったから。よし、あー新星来たか。いやー次の新星来る前に倒したかったけど。新しき戦を見せてくれよ。強いなー、ここまでやってただ撤退。よし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 、まあ1400のダメージだったらいいでしょう。いかにすべきか。そしたらこの舞台でここまで行きましょう。制してくれ。とりあえず全部隊で上北行こうか。信康はちょっと帰りましょう。国衆でここまで行きましょう。ご命令を下され。大垣ももともとはここか。そしたら大垣城から出てちょっと制圧仕掛けましょうかね。着陣したぞ。みな戦に備え。向こうにはまだ足りぬ。で不破隊撃破と。指図をお待ちする。いざ進まん。石川一馬隊を帰りましょう。で浜松一戦、二俣城から岐阜城まで出しましょう。合戦するために浜松からも出していきましょう。掛川城からも出していきましょう。とりあえずこんなところかな。いかがだったでしょうか。信長との合戦に勝利し、大垣城そして長島城を手に入れて順調に領土を拡張していく我ら徳川家。しかし信長も去る者、まあ進攻が止まりません。果たして防衛をすることができるんでしょうか。まさかね、岐阜城を落とされるわけにいかないので、ここは何としても負けられない防衛戦となっております。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。